なりたい青年がミノタウロスにさらわれた王女様を救いに行く物語。時には悪い人に騙され、時には王様にも利用され、それでも騙されていることにも気づかない。友人の知恵を借りて、精霊から武器を授かって、なし崩し的に王女様を助けてしまう。滑稽な英雄の物語。どうしたベル、そんな可愛い子ちゃんのナンパが失敗したような顔して。これはわしのお気に入りの英雄たんだぞ。だってさ、格好悪いよ。最後には王女様にも助けられちゃって、こんなのあり？なーに、まだまだこいつはこれから。話は終わっちゃったよ。いや、終わっとらんとも。ああ、続いとる。すべてな。わしは、こいつが、今度は何をするのか、何を起こすのか、楽しみなんじゃ。出会った時から、ずっとな。おじいちゃん？いいか、ベル。何度でも言うぞ。他人に意志を委ねるな。誰の指図でもない、自分で決めろ。お前は、お前がしたいことをしろ。これは、お前の道だ。お前が紡ぐ。お前だけの物語だ。